どうも、キフライタートモです。スナです。診断のね、トリプルビルドパックが発売されたということで、デュエル動画撮っていきたいと思います。撮りましょうよ、診断。さすがにね、スナさんはやっぱ環境トップの超獣族、ハーピーを握ってくると思うので、やっていきましょう。まだ変えていません。一週間経ってます。診断超えようがね、僕はワンダーフュージョンが一番強いと思ってるんで。力こそパワーすぎる。じゃあ、そんな僕はトリプルビルドパック買ったので、源流族で。行きたいと思います。ハーピー使え。ハーピーは使わない。表で。表。はい。裏なんだよな。お願いします。お願いします。ワンドロうおこれ、じゃあマキシマム召喚で。うわこれ超確率引いたぞ。ターンエンド。いやそれはさすがにはいって。いやじゃあだってデッキカットしたやん、ちゃんと。ワンドロー 4100？ いきなり。いきなり。嘘って言ってくれよ。ロードスターの剣士を召喚。ギャラクティカ・ジャメイビを召喚。2体のモンスターリリース。アドバンスセット。モンスターをセット。手札1枚でターンエンド。よーし。3枚ドロー。じゃあ、5000のまま、その2体リリースの方を攻撃。マジシャン。ああ、マジシャンか。ターンエンド。もう来たね。4枚ドロー。あとはあれを引くだけ。レジェンドマジシャンを召喚。効果使います。3枚めくりの、エンチャンター。一応振ります。2体リリース。ドラギアス。ドラギアス。ここは、の前に一応墓地だけ増やしておきましょう。エンチャンターが落ちます。ってことは、出ますよね。早い。出すのはもちろんこの2体。セブンスギアス。やばい、全破壊効果か。唯一突破できるカードですね。5000はさすがに突破できないから、初めて使う2回目の効果を使うしかないか。初全破壊。魔法、ドラゴン、ギャラクシー、戦士、4体。いや、意外と。超えられちゃう？いや、意外と。これがセブンスギアスの強さ、効果。デッキの一番上墓地を送って、墓地の種族の数かけ700アップします。4体なんで、2800アップ。5800の2回攻撃です。強すぎます。ガチか。セット。バトル5800。嘘だろ。800ダメージ。800と5800。いや、嘘だろ。やばいやばい。やばいやばい。ちょっと待って、タイムじゃない、ワンドロー。もう一回揃えてみろよ。揃えましょう。ルーは召喚。効果。戦士を見せて3枚墓地に送ります。はい、はい。はい、落ちました。めっちゃ原理落ちた。めっちゃ原理落ちましたね。じゃあ、ここでドラグライン召喚はどうでしょう。効果。自分の墓地の原理族3体をデッキに戻します。戻して墓地の8レベ源流族を特殊召喚。この効果でビルドドラゴンを特殊召喚した場合に限り墓地の守備力0の源流を回収できます。何エクスカベーターを回収。そしてカード1枚セットリリース。カード1枚セットつけておこう。アルテネの加護をビルドドラゴンに装備します。ルーアを戻して、はい、ビルドドラゴンが効果破壊耐性をつけれます。セットして手札1枚でターンエンド。マキシモン召喚しないんかい。しません。じゃあ5枚ドロー。ちなみに、そいつ立てといていいですか？どうぞ。ここが七宝泉。マジシャンを切って2枚ドロー。魔法石の採掘を発動。カードを2枚捨てて、もちろん回収するのはワンダーフュージョン。ここで、ワンダーフュージョン。2体目のモンスターを、フュージョン召喚します。マジシャンとロードスターの剣士。いやー強すぎ。ね、シルと守備表示したのに突っ込んでくれないから戻しました。自分のことで精一杯。セブンスパラディンを特殊召喚。じゃあ、セブンスパラディン効果。デッキの一番上を墓地を食って、ザクリ落ちて、墓地のモンスターを一体デッキに戻してワンドローします。ザクリを戻して。それでステニードロー。ドロー。ミスティックディーラー召喚。効果でミスティックディーラー捨てて、ワンドロー。じゃカードを2枚セット。で、ここでセブンスギアス2回攻撃で、マジシリ踏んだら怖いんで、守備表示。2900で、ビルド、はいや、食らいましょう、これは。400ダメージ。いや、これブラフやったらやだな。1000で、フィールド側。はい。はい。1000でした。ああ、ターンエンド。危ね、繋いだ。4ドロー。カードセット。で、カード2枚セットして、手札2でターンエンド。4枚ドロー。ミスティックリーダー効果。セブンスロードマジシャンを切って1ドロー。セブンスパーディン効果。デッキの一番上墓地を食って、ミスティックリーダーを戻して1ドローします。俺は全力であのカードを引きに行きます。1ドロー。もう攻めちゃおうかな。ここ2体リリース。何セブンスロードマジシャン。やばい。効果使います。あー落ちちゃうか君。危ねー。ダークルフから落ちます。危ねー。ここで使えるんでワンダーフュージョン。マジカンドラギを戻して
セブンスギアス。やばすぎる。レジェンドカード、天使の施し。3枚ドローして2枚するぜ。よしよしよし。ここ2枚。もう終わるかな。セット、2体リリース。うわ、ルーカー。ダークルーカー。もう結局ルーカー。うちのチャンネル大抵これで終わるんだよ。真ん中破壊。ああ、1000ダメージで終わりです。一応俺がビビってたビルド側見てくればよかったな。これは、源流族専用のミラーフォースですね。なるほど。危ない。ちなみに、さっき伏せたカードがマジックシリンダーでした。なるほど。殴ってたら、その源流族ミラーフォース踏んで、返り討ちにされてたのか。そうですね。で、火力高い方で殴ってきたら、ミラーフォースで反射と。なるほど。やっぱ結局ダークルーカーよ。いや、ダークルーカーすぎる。まぁ、ちょっと今の試合はね、なんかあの、一旦目にマキシマムしちゃったんで、ちょっともう一回やりましょう。もう一回やるか。裏裏表なんだよな。じゃあ先行もらいます。行くぜ。お願いします。ワンドロー。パス。早急天使ルア召喚は、あー、どうぞ。じゃあ手札のモンスター戦士見せて、ソレイルになって3枚、あいいね、3枚落とします。そしてじゃあそのままトレイル召喚してリリース。じゃあカードをアドバンスセットして手札2でターンエンド。ほう、2枚残すってことはマキシアムが眠っていそうですね。んいやー、でもこっちもきついぞ。セット、セット、セット、セット。手札1枚で、ターンエンド。チャンス来たぞ、3枚ドロー。魔法石の採掘で、ビルドドラゴンと売店を切って、等級の商覧を手札に回収します。なるほど。じゃあこれをカード1枚セットして、安定召喚、ビルドドラゴン。うわー。手札2でバトルフェイス。攻撃。はい。2500。攻撃、もらいましょう。スターリプレイサー。じゃあ、手札2でターンエンド。4枚ドロー。くー、きついが、アメディ、僕は使います。300払います。ドラギドラギリベ。うわ。3枚ドロー。セット。アメディとジャメディリースして、ザクリ。他へドラギ蘇生して、スキャットシフトしてます。で、ドラギ効果。2回攻撃。手札1でバトル。ドラギ相打ち。したい。いやー、くれましょう。2300。2300、くれましょう。ダーエンド。2枚手札あるので3枚ドロー。ハンマークラッシュ。でここでエレベーターを切って、その真ん中破壊だ。真ん中。ワンダーフュージョン。おお、うまい。ドラグライン召喚は、効果。まだ。どっちの源流速を3枚。なるほど。マキシマムは回収できないが、ビルドを出せるだけでも強い。そう、ビルドを出していく。で、3枚源流戻して、8レベ源流を特殊召喚。で、カード1枚セットして、バトルフェイス。2500。受けよう。200。200と1000で、ダイレクト。はい。受けましょう。じゃあ手札1で難易度。じゃあ4枚ドロー。勝たないミスティックディーラー召喚。エンチャンターを切ってワンドロー。うと、地方戦。ミスティックディーラー来てワンドロー。お、事故ってると見た。それはどうかな。採掘。やば。マジシャンとヘノカッパ切って。あ、終わった。ワンダーフュージョン。ワンダーフュージョン。マジシャンと、ドラキ戻して、スキアス、恐怖症になってる。過呼吸になる。過呼吸になる、これ。カードセット。地方戦と魔法石の採掘が夢に出るぞ、これ。セブンスキアス効果。デッキトップ。マジシャン落ちて、魔法イカズチ、ギャラクシー、ドラゴン。シシッチ28、5800、2回攻撃。やばすぎ。2回攻撃終わる？あれこれ終わったんじゃないか ?5700 ですね、今。バトル。5800で、ビルド。ビルド。くらいましょう。よし。2300。あ、違うわ。え ?3300? そうですね。桁が。いやー、これ怖いな。取るかな。5800。